はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はママの家庭料理を作りたいと思います。ママが料理を作って私たちは食べるという感じで、まあ、ちょっと手伝いながら作りましょう。ママの味、あんまり日本で手に入らない材料とかも使ったりするから。ヤギのチーズ、ゴートチーズ、yes、こちらパイ生地。じゃあ今日の料理はパイということで、バスマス、どうこいて、Das ist ein Blätterteig, Spinatblätterteig Tasche. ほうれん草のパイ。はい。いや、ほうれん草のパイ。Spinat. Spinat. Mit dem Käse. ちなみにここすごいシステマチックじゃない？これ？いや。入り口こんだけしかないけど、奥めっちゃ広いからね。この中。角をちゃんと使うように。ね、くるくる回って。牛乳。何のためかわかんないけど、ちょっとだけ牛乳を入れて、これは日本語で何と言う？ヘラ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 ？これこんなに俺日本で見たことないわ。アートに、なんか絵を描くときに使うやつは何と言う？筆かな。はい、筆です。そう、ミニフライパン。すごいよ、ここもすごいシステマチックですよ。全部ぶら下がってるからね、ここに。そうだよ。これ。これパイの実だね。このまま食べれるのかな？食べれるよ。私、イタリア…ナッツみたいな。うん、そうそう。イタリアに旅行した時に、こういうパインツリーがたくさんあって、これ落ちてたよ。これはそのままでこう拾って食べたよ。やばいね。これが…ギリシャチーズ、ゴートチーズ。シャフ und Zwiebeln. Mit dem neuen Messer? Ja. Klein schneiden? Ja. Wie schneide ich den kleinen? In Löffelchen. 食べてみる？うん、超美味しい。Nehme immer 美味しい Käse. Immer 美味しい Käse. ああ、味が濃いって美味しいね。ちょっとパサついてるけど。ここにパイを焼くのかな？これ温めてるね。この種を温めてます。ちなみにドイツは IH が多いです。そうだね。いや、IH か、あの昔ながらの。ああ、電熱線のやつね。電熱線でこうくるくる巻いてるやつ。お、ママがさっきのパイ生地を出しました。よいしょ。Und jetzt? Jetzt müssen wir erstmal auf die Pinienkerne warten. Dann müssen wir schon mal würzen.さっきのチーズに胡椒を入れました。もう入ってるね。スピナッチとチーズと胡椒。Was ist das? ムスカットヌス。ムスカットヌス。ナツメク。あ、ナツメクね。ナツメクの実だね。スパイスとして入れてますね。それだけで食べても美味しそうになる。Du kannst den Ofen anmachen. Schau mal, was da drauf steht. Ich glaube 200 Grad Umluft oder so. Ja. ついた。ちなみにドイツのオーブン、すっごい大きいもんね。そうだね。なかなか日本では見ることがない。そうだね。お、パイ生地に。美味しそう。これだったら皆さんも作れるんじゃない？で、パインの実はちょっと売ってないかもしれないけど、違うナッツでもいけるかも。うん、落花生でもいいんじゃない？最悪。落花生は違う。落花生か。アーモンドとかでもいけるかもね。羨ましいよね、こんなでかいオーブンがさ。あ、さっきのミルクはこの海苔に使うんだね。日本だとミルクではやらないかもね、こういうの。なんか日本で春巻きとか作るときにさ、こういう海苔を。巻いていきます。これさ、オーブンで焼いたら中のさっきのチーズがトロトロになってさ、そうでしょ。で、スピナッチがスープ持ってるからさ、よりジューシーになってさ、あ、上もミルクつけるんだね。オッケー。穴を開いてる。はい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 。これ俺でもできる。どうでしょう。そう。フェティック。フェティック。今からオーブンに入れて焼く。オーブンで何分焼くの？30分。30分。15
から30分 30 Minuten? なんか15分から30分はよくわかんないよね。ね、すごいね。Erstmal 30 Minuten. Da stand 15 bis 30 Minuten. Ja, aber das braucht halt lang, ne? Ungefähr. Okay. Da ist es anders. Kochen oder kochen nicht, das ist anders. Das muss erst warm werden, der Ofen. Okay. Was gibt's als Beilage? Salat. Salat. サラートも作るの？サラートも作る。はい、OK。完璧。はい、OK。完璧。これは？それは後。これは今。後、はい。タカちゃん？おい、逃げるな。逃げ。ドレッシングをさ、自分で作るじゃん。うん。それが美味しい。日本だとさ、キューピーとかで買うけどさ。うん。お、カブ、赤カブ、うん、これさ、普通に洗って塩でさ食べるのが美味しいよね。 Müssen wir morgen dran denken? Ja, weil ich hab das auch vergessen. 明日の朝ごはんに入れること、使うことを忘れないように。オーブンに入れていきます。アイス、はい、これで15分から30分。一応30分でセットしました。これ、ね、サラダ何入れるの？パプリカとキャベツ。違うよ。赤カブ。サラダ。違うサラダ。違うサラダ。これ葉っぱルッコラみたいな感じ？違う、これフェルツサラダ。赤キャベツを入れます。グリーンキャベツかな？レタスかな？レタスかな？お、アボカドを入れるらしいよ。ちなみにすごい、ドイツのアボカドってすっごい大きいの、これ見て。これレナの、こうやって比べたら分かる。顔と比べて、ちょっとレナの顔とこれで、アボカドこれだよ。日本のアボカドの4倍、2倍から3倍ぐらいあると思う、これ。いや、4倍ある。すごいボリューム。今切った。 In Venezuela hatten wir zu Hause ein Avocado-Baum. おお、echt? Ja. すごいね、家にアボカドの木があるんだって。 Und wir hattenSo große Avocado. Ja, wirklich. Double, triple? Hm? The double, double. Ooh. They were the biggest. Yeah. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. こんなに大きいアボカドだけど、種は真ん中にちっちゃく入ってるから、本当に実の量がすごいよ。おお、あ、種大きいわ。剥いていきます。はい、赤カブです。赤カブ？これ、あぶね。タカが邪魔をしてるね。美味しい。カメラマンが一番大事だよ。どうでしょう。カメラマンが撮ってないと誰にも伝わらないからね。どうでしょう。皆さんどう思いますか。トマトも半分に切って入れていきます。カサラート。ganz toll, hast du schön gemacht. Ja, so ein toller Salat. Ja, genau. No, 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 no.コショウと塩コショウ。ビネガー、エシック。エシック、ビネガー、大さじ1。大さじの大さじが大きいな。日本でいうと大さじ3ぐらいだね、今な。で、これはクービスキャン。ああ、かぼちゃの種の油。これね、すっごい美味しいの。甘みもあってね、すっごいおしゃれ。オリーブオリーブオイル。オリーブオイル。大さじ 2.5 から3。Was ist los? Weil er meint, unser Esslöffel ist so groß. So, ja. Für Salat schon. Dann passt das. 塩、コショウ、オリーブオイル、かぼちゃの種の油。あと何だっけ、1個。最初に入れたやつ。ああ、ビネガーか。この5つ。Mein Spezial. Mama Spezialität. これは Deutsch für mich schwarzer. 何？ごま？ Lass mal probieren. Die sind ziemlich intensiv. 見て。スーパースシードみたいなやつ。何かわかんないけど、なんか後でなんかスパイスが来る。スパイス。なんだろう。あ、でもね、山椒のすごいマイルドにした感じ。そんな感じ。本当にほのかに最後、山椒がふわっとくる感じ。これがドイツ流
家庭ドレッシングの作り方でした。だからビールを飲みますか？飲みます。OK、じゃあビールを選びに行きましょう。はい。ビール、ビール、ビール。ここにビールがずらっと並んでおります。ここに入ってるよね、下に。というかもう昼に1本飲んでるんで、白ビール飲んだのでヘレスにします。これ、おしゃれの、うん。ヘレス。これでいきます。今日のお供、ヘレス。パパは何でいくか。このビール選びも楽しいひとときです。こんだけビールの種類があると。カンバー。キャンバー。ダーク。ということで。ということで今日はヘレス飲みたいと思います。これここでピッと押すとポンってこれ合ってるよね、こっちだよね。いきます。はい、シャンパンみたいな。あ、そんな感じ。ヘレス、うわ本当に明るいね。ヘレスって明るいって意味だけど、ドイツ語で。うん、乾杯。乾杯。ポーズ。ポーズ。ポーズ。乾杯。乾杯。ちなみに日本の飲むビールに近いです。ヘレス味はさっぱりして軽いライトな感じの炭酸が強い。ダッドンケル。ドンケル。ラスエレカ。ドンケル。あ、これ美味しい。あのちょっとスモーキーで美味しい。なんかダーク濃いキャラメルの。でもそんなにあれ。5.6%。キャンバー、ダークビア。いただきます。いただきます。いただきます。グッドナペティ。グッドナペティ。ママの味はどうですか？美味しい。チーズはちょっとだけなんかソルティな感じはするけど、うん、しょっぱくなくてパリパリのパイ生地、ちょっとだけのナッツの食感がある。うん、いただきます。本当は美味しい。塩味が効いてるね。あ、で生地パリパリでちゃんとスピナッチの味も濃いからナッツの食感もいい。全く私が言ったことと全く同じことをコメントしたよ。あれ一緒のこと言ってる。新しいこと言ってください。they are good。 新しいこと言ったよ。いや違う、私も言ったよ。really good。 OK。 fantastic。 サラダも毎日食べてるけど、ドイツに帰ってきてから、うん、超美味しい。ちなみにこのサラダのドレッシングはレナが日本の家でも作ってくれるから、で今これナッツあんまり入れてないけど、ここにナッツ入れると食感も変わって、ナッツじゃない、シード。シード本当に市販のあのドレッシングとか全然比じゃないぐらい美味しいから。そうだね、作ってみてください皆さん。デザートにはこれクレームブリュレです。ここにカリカリの砂糖がこんな感じにできました。甘くて美味しい。もう完璧な美味しい料理の美味しいデザートに幸せです。終わりました。美味しかった。食べましたね。いや美味しかったね。ママの料理、パパのデザート。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。